ラーメンの残り汁で絶品料理を作ろう。どうも、皆さんのアイドとモッチです。はい、というわけで、皆さんカップラーメン、たまに食べると思うんですけれども、はい、必ずね、と言っていいほど汁が余りますよね。だいたいその処理の仕方は、捨てたり、例えばご飯入れたりで、あ、そのラーメンの汁を捨てるのはね、もったいないっすよ。ってことでね、今回はね、ラーメン業界に革新を起こそうと思いまして、ラーメンの残り汁でアレンジ料理ができるんじゃないかっていうね。そう妨害する人がいるというわけで、今回はですね、その革新を起こすべく、今回新世紀とミレニアムに分かれまして、ちょっと対決形式で作っていこうと思います。はい、今日はいるんですか、その日清さんの関係者の方っていうのは。日清さん、そうですね、あと1時間後ぐらいに来ますよね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。ということで、今回はラーメンの残り汁で絶品料理を作っていきます。やっていきましょう。あらーでしょ、できましたはーい。でも2019年の初かも。マジ、俺も初かもしれない。マジヌードル、ラーメン初。マジヌードル、ヌードル初だ。じゃあめっちゃ感動するじゃん。どのラーメンよりうめえよ。ブラサがいい。長えなお前。うん。はい、というわけでね、はい、完食しました。じゃあミレニアムチームの方から、はい、じゃあ作っていきたいと思います。はい、少々お待ちください。はい、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 というわけで、はい、両チーム出来上がりました。はい、できた。僕たちは、はい、というわけでですね、今回私たちが作るもの、はい、まあ私たちの考えの根底としましては、はい、見たこともない組み合わせをね、作りたいというものだったんですよ。はいはいはい。というわけで、今回はですね、何にね使うかっていうと、僕たちは今回カルボナーラを作ります。そのカルボナーラの作る段階の途中でこれを入れて、中華風カルボナーラの素みたいなのを作りまして、それであえて出そうということでございます。ということで、早速ね、食材を紹介していきましょう。牛乳、卵、生クリーム、チーズ、ベーコン、ブラックペッパーということで、早速作っていきましょう。ではですね、まずお湯を沸騰させまして、パスタを作っていきましょう。はい、よーし、ちょっとベーコン切れてるから、もうちょいちっちゃく切ろっか。じゃあ、まあ良き、いいよ。じゃあパスタを投入しよう。よし、でここでね、腕の見せ所だから、これに関しては感覚だけで生かしてもらおうなんかさ、こうやってやってない？そうそうそう、巻いて落とすとパッていい感じに広がる。いきまーす。ダダダ、あー、どうよ。まあまあまあじゃないですか。下手か下手かお前。これ巻くだろ。でこれでホールドする。でこれパッと回す。このやばいやばいやばいことしとる。おー、シェフの技ですねということでね、お湯を切っていきましょう。はい、よし。あー、いいね、いい匂いだね。ではフライパンに、フライパンを温めて、ここでバターを溶かしていきます。いけ。そしてここで、ここでですね、ここで僕たちが食べ残したカップヌードルの汁を加えていきますうわー。でここに牛乳を入れます。まあ半分ぐらい入れる。半分ぐらい入れる。色見よう、色。豆乳だ、豆乳の時。じゃあこれ入れる？入れろ。もう一本、一本入れちゃう。一本ノークリーム、ノークリーム。シェフ、なんだよ、パスタがガッチガチです。もうない、もうないということで、こちらをですね、分配していきましょう。よいしょ。お、え、カルボナーラすぎね。カルボナーラだよ、もうただの、ただのカルボナーラだよ。完成、完成です。あ、よし。バカ。僕たちはカルボナーラを、はい、見た目でも普通に 7,8 割超えるぐらいの見た目じゃないですか。普通にカルボナーラじゃないですよね。まあ僕たちはメガネチームでーす。僕たちは何を作っていくのかと言いますと、はい、だし巻き卵のだしの部分をカップヌードルのスープで作ってやろうという魂胆でございます。以上です。やっていきます。
まずは卵を3つ割り入れますけども、君前科ありますからね、僕ね。前科ありますから1個やっていいですよ。ありがとうございます。いきます。こういうことですね。そしてこういうことなんですね。普通に溶いていきます。はい。そしたら醤油とみりん、見えるかな、はい、入れました。まあいいでしょ別に、うん、混ぜ合わせですか。はい、混ぜ合わせって感じですね。じゃあこの卵に入れます。おー、あーぽい。じゃあ作っていきますか。はい、じゃあいいですか、いきますよ。はい、です。そんなもん、ちょっと多かったから、まあ、こんなもん。まあ、大体大体。お、いくよ。おー、はい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 。あ、でも、あ、あ、あ、やばい、あ、だだだだ。まあ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 、てか正直1層目はそう、1層目だから、ぐちゃぐちゃでも途中からね、まあ1層目はこんなもんし。開く。あ、うまい。うまい、めっちゃうまい。うまく作りたいな、じゃあなおさら。だし巻きあるある卵、ん、だし巻きあるある卵、だし巻き卵あるある言っていい。だし巻き卵を作る上で、うん、卵最初躊躇しすぎて最後の一層めちゃめちゃ多く使っちゃうっていう卵。あーやばい。あはやっちまった。ちょっと一旦これやめていいですか。一旦これはこれでリセットして。あー、そういうこと。おお悪かないんですよ。悪かない、入れちゃいましょう。でもこいつ洗っちゃって大丈夫。はいはい、もうちょっと無理前提でいく。あー、でもちょうどいいんじゃない、焼き加減というか。うん、おー、まあ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 、そぼろにしますか、僕たちの時は。はい、おー、ちょっと見えるな。というわけで完成です。完成です。まあ、僕たちはだし巻き卵ということで。なるほど。まあ、あの数々の失敗を繰り返しましたけれども、スクランブルエッグになっとる。じゃあ食べますか。はい、いただきます。ラーメンの味ないよ。ない。うん、カルボナーラとしての出来は美味しい。うまい。ただただのカルボナーラ。嘘だ。でもまあカルボナーラとしては、うん、ミレニアのが作った割に美味しいなって。まあ初の試みでして、うん、あのクックパッドを見ました。じゃあ僕らのだし巻き卵どうぞ。はい、いただきます。感じるわ。感じる。え、感じない。え、超感じるよ。味覚バカ出てるよ、もしかして。いるんですよね。あ、そうだ。あ、そうそう、日清さんが。日清さんで。日清の商品開発担当の方ですよね。はい、お見えになってるんで。はい、じゃあちょっとお呼びしますか。はい、はい、ではお呼びしたいと思います。はい、日清さん。あ、あ、どうも。どうも。どうも。お座りください。あ、まず自己紹介をちょっとお願いします。日清株式会社商品開発部の三郎です。三郎さん、はい、お願いします。こちらですね、カップヌードルの、あの残り汁を活用した料理なんですけれども、じゃあどちらが採用できるかっていうのをね、はい、判断していただこうと思いまして、こちらちなみに何ですかね。残り汁を活用して作ったカルボナーラです。ラーメンの後にスパゲティが食べれるっていう、主婦の方には受けるかもしれませんね。そういうことですよ。じゃあいただきます。ヒントね、ちょっとやばかった。結構ね、年いってる方なんで、カルボナーラという文化に触れてなかった可能性もありますから。あ、そんな人いる。これとても完成度高いです。おお、ありがとうございます。ですよね、はい、ラーメンが生きてないな。あー、ラーメンの汁がちょっと生きてないかもしれないです。わかりました。こちら、こちらも見るからに私が好きそうな感じのね。そうですね、私たち、そうですね。知り合い。私たち年代はこういうの大好きですから、私たちはね。ちなみにおいくつなんですか。今は45歳です。そうでもない。想像より若い。そうでもなかったな。どうぞ。これは素晴らしい。おお。じゃあちょっとどちらが採用かどうか判断したら落ちますんで。はい。本日の結果ですけれども、はい、はい、新商品として売り出したいものがあります。おお。いいですか。はい。今回の新商品として取り扱うか検討させていただく商品、
です。